あの漫才番組出たんやけどさそ,、はい、それに対してなんかコメント来てたんやけど、はい、漫才真面目にやれイライラするむかつくって感じだいやせやねんけどそんなさ、うん、なんでなそんな迷惑かけたかと。 俺らが漫才、あんま思おもんなかったと受けへんかったとしてあんたの税金が上がるとかやったらそう切れてくるの分かんねん朝ちょっと早起きなあかんとかさそういうシステムに変わるんやったら分かんねんけどその人のさちょっと追っかけていったんだその人のタイムラインばってできてんけどピラティス教えててる先生ややっんだから、すごいで悪口言う人。 あのこの前の W1、w で、小田ウェダが優勝した、すごい批判コメントを書いてる方が、いねめっちゃされててんけど、その人、日本語教師って書いてたからね、すごいよな、でもなんかを教えてることによって、自分もなんか漫才にしても、別の分野にしても、ちょっと上みたいな気分があるんじゃないですかね、多少、いや、まあなんで無視されたんか分からへんけど、今の意見いやいやいや、無視はしてない、ちょっとこっちで一回飲み込んだ いやでもね技術的なこと言うと多分みんな分かってないんですよ、漫才でロサーモの漫才っていうのは久保田が実は初めすごい小声で入ると最後に実は知り上がりになってるとか芸人やったら分かるんですけど,けど、ね、それやったらザ・漫才みたいなやったらウ、うん、ーマン・ラッシャーは何やってんねんってもっと言えや。 いや,いやそこはい,い,、ね、いやあれはね模擬健一郎あたりのわけわからん人間がねなんかこれこそがお笑いであると書いてる何がお笑いアホが言ってだから最近西野さんが怒ってるじゃないですか<あ>キングコングの西野さんがいやあれ怒るやろあれはだって村本にもういいんですけどねなんかね別に政治的なことを言ってもいいし何言ってもいいんですけど、うん、そう爆笑問題さんみたいに、うん、そ政治家から直でボケになって突っ込み入ってはい、はい、面白くなって でないんすよ。ただ政治的なこと言って、初め万全のつかみみたいなことをちょっと付け足して、でこれでさあ、俺はアメリカに行くぞ言ってるやん。どこでもいいか行けよ。あ、僕同期なんですよここね。同期がまあそんなばっかりだ。マジで同期こんなこの切るあれやね。そうなんかねなかなかみんなそうですよ。攻めき合うことが多いね。結構ね。本当にウマラシャワジョダイヤ中山宏太ネゴシックスで平成の星こしピース中山筋肉大西ライオンとスーパーマラド ona。 これで言っきますよほとんど昭和50年生まれなんですよ日本で一番水が汚かった時だわそれでな原因そう水汚かったそれ以外や水汚ねえとやっぱやべえよライバルたちに腹が立つのか全員やべえよこれは汚い水でまあ風呂入ったりまあその水道水飲んだりしてましたからねその時期にいやだからってそういう時にピオリンが8代じゃないねピオリ菌世代っていよね <laughs> 松坂世代みたいないからピロリ菌世代みたいな僕らピロリ松坂世代兼ピロリ菌世代いな,ないねそんな世代ド <laughs> ってんのかどっかのネットオンラインで <laughs> なあ調べさせてくださいピロリ金世代って何